今回横井さん躍進してますね。キャラはロボット対マリオ。横井バーススラン、なんか今コマをポンプでぶっ飛ばしていく。空中下から空中ですくって、さっきペナガっていうところに下強化のコンボ、次 44% 上の A から空中前かけて、上空中下、空中しろ。空中、空中後ろ、空中上、コンボがガンガンつながっていく。頭振ってきた。でもこのパーセントだとまだまだ頭は何回でも振れる。しっかり打ち転がりを読んで空中に手を置いて、さあコマ拾った横井。ロボットはこのコマから軌道をつけていきたい。ホームとしたスマになってきたが、ここは下投げから上 B、 さらにチャフシガリの空中後ろで加速先行はランマリオ。掴んでる下投げ空中で、まだバーストしませんが、おそらく次ぐらいですかね。ロボットもなんとか下投げ空上やら細かな連携でバーストしていきたい。さあコマ、さあこのロボット、この崖際にコマを置いたこの展開が強い。しかししっかり合間を縫って戻ってきたらあんまりをもうメートルになっていく。下投げから空中へ、かけ外時間をかけて確実に帰ってくる。あんまりに攻め込みはしないマリオが、ここで空中後ろギットしてまずストックを追いついていった。頭で知らないうちになんとかパーセント稼ぎたいロボット側、すかしつかみから下投げクービー、届かせるが空中へ届かない。届かせて空中上で着地できるか、下投げ回避を見て空中後ろを狙っていった。確かにここは確実に空中上でマリオ反撃かけ外、しっかり空上に避けて空中後ろでバースト。
1戦目取ったのはラン選手、マリオ窓主の意地を見せていく。出るラン最高選手。2戦目は終点、マリオ空中処理でプレッシャーかけていく。上裏当てから空母空母、しっかり起き上がり確認して技にいく。空中へ空中しろ、コマをマントで返して自分のものにしていく。ロボットもなかなか安易にはコマも出しづらいカード。うまい、いい固めていく。東京からコマ当たってしまう。うまい、分かっている。あわやファーストやられかけあった。空中へ、84%。これは空中空がまだか。この中ならちょっと重い、上方向はちょっと重いかな。ここはなんか軽いみたいな。このロボットの下投げクエは入るのか。タクいや、タクが溜まってるから、これ多分2択とか確定かどっちかだと思う。さっきのは入らなかったんじゃないかな。なるべくこれで捕まれたくない感覚だけど、さあコマを奪って横スマッシュ横スマッシュ、よく当てるなそれ。上強、ロボット結構入りやすいですからね。図体がね、コンボ体制ないんですよね。落下速度もなんか入りやすい感じの入り割り込める技もなかなかない。そう、あまりもそんなないから。3回コンボ体制なさすぎちゃいました一時に見つかってましたね、エフェクト。これはマジちゃんとやってたけど、コマがちょっと落ちちゃったのがミスっちゃったんですか。そうですね、なんだ、違うか、ガメか、今のあれか、ピカマリッパーを狩るためのコマが今のそんな感じの出し方でした。じゃあ、これを出して、とりあえず着地隙少ないです、はい、いやー、これまだ2ストップだからスーターはありません。上は上はまだか。さあ、その上がり。上のヒットしてます。ただ、キツネ 127% はちょっとどうにかしてパーセント稼いで、上でちょっと壊さないと。頭も当たれば、ね。はい。私はパーセント。何もむやむやさらには怖い普通にスマホ取るかと思うと、100倍からのまだ耐える。150%弱です。ちょっと今は回避着地怖かったが、めっちゃ耐える。
救援じゃん。いくらも救援をまだ耐える。フルグはちょっと OP 乗っちゃってるんで、タックのコマはマントでタックにスラッてからジャンプで逃げると出て、おーっとコマの反射で激痛。勝ったのは何番よ